お仕事ってなんかきつくないんですか？実際入ってみると、うん、自分の工程は比較的楽なところで、うん、前職はちなみにどういう系だったんですか？飲食店の店長やってました。寮ってどんな感じなの？三菱の機関庫から正社員になってる人とかっていますか？借金はちなみにどれぐらいあったとかの？どうも、みぞかぜです。今回なんですけども、三菱岡崎工場の機関工で1年7ヶ月働いている S さんにお話聞いていきたいなっていうふうに思います。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。三菱岡崎工場で今働いて、1年7ヶ月かなり長いと思うんですけど、お仕事ってなんかきつくないんですか？結構噂だときついとか言われてるんですけど。そうですね、うん。最初の頃自分もきつい、はいはい、きつい言われてたんですけど、うんはいはい、実際入ってみると、うん、自分の工程は比較的楽なところで、うんまあ、結果として1年7ヶ月は続けられたかなって思ってます、はいはい、ただ他の工程とか組み立てさん見てるとまあきつい部分もあるのかなとは思います。結構辞めてる人とか同期とかでもやっぱりいますね。一応同じ日に5人入ってもう3人辞めてるんですよ。自分ともう一人生き残ってる感じですね。2人だけそのちなみに1年7ヶ月の間でたくさん辞めた人もいっぱい見ました。見ましたね。辞めていくんですね。やっぱ辞めてきますね。何割ぐらい生き残ると思います？なんか100人入ってどれぐらい1年続くやつは何人いますかね。4割ぐらいだと思います。4割は生き残る、うん、なるほどな。それはもうやっぱり部署次第だったりその人の力量的な感じですかね。そうですね、うん、本当運もあると思います。配属先の運ですよね。そうですね。仕事内容だったり人間関係だったり、うん、今人間関係とかいいんですか？そうですね、人間関係はいい方だと思います、うんうんうん、雰囲気的にはなんか優しいとか。優しいです。穏やか。あ、そうです。はい、やっぱ三菱ってなんか人間関係優しくてなんて言うんだろう、結構懐広いというか、うん、結構いろんな人受け入れてあげるよみたいな雰囲気ですよね。多分そうですね、うん、僕高校時代男子校だったんですけど、うんうん、なんか雰囲気的にはその男子校のノリみたいな感じです、うん。前職はちなみにどういう系だったんですか？飲食店の店長やってました。おー、結構ブラックですよね。そうですね、1日の拘束時間は全然今より長いし、うん、あ、長い。仕事量も多いしって感じですね、うん。ちなみに仕事の時間は何時から何時までとかなんですか？今の三菱ですか？あ、三菱はどれぐらいですか？三菱は7時間45分の勤務で、うん、それ以降は全部残業になる感じですね、ちなみに飲食店はもう自分でシフト組んでるんで、まあ、自分次第。普通に1日結構12時間以上は当たり前だった感じです、ね。あ、えぐいっすね、それは。じゃあその飲食店から三菱機関庫になって仕事内容的にも今の方が楽とかですか？だいぶ楽です。あ機関庫きついってよく言われるんですけど、飲食店の方がきついって言われてますね。そうですね、飲食店の方が断然きついです。ブラックですね。そうですねじゃあ三菱はもう全然ブラックでも何でもない感じですか？まあブラックって感じる人もいるっちゃいるけど、うん、自分は全然楽な方だと思います、うん。なるほどなるほど。三菱って面接とかは？あ、自分は面接はなしで、紹介派遣っていう形で、うんうん、三菱が別の会社にお願いして人を集めて、うんうん、その会社から紹介された感じなんで、うん、あ、なるほど。ファックスで全部やり取りして。じゃあ結構入社までも早かった感じ？そうですね、うん。早く入社したい人にも結構いいですかね？いいですね。うん、なるほど。LINE スピード的にはなんか早いとかってわかります？1分ごとに流れてく感じなんで、うん、早いっちゃ早いです、ね。寮ってどんな感じなんですか？あ、自分の寮が結構新しめで、はい、結構環境はいいです。なんて寮ですか？浄水寮。ああ、そうなんや。あ、結構綺麗ってきますね。そうですね。ワンルームで Wi-Fi とかもあって。あ、 Wi-Fi はないないんです、ね。自分で契約してて。お風呂は？は大浴場。大浴場で、はい、食事も3食無料です。3食無料えぐいっす。やっぱ三菱のメリットはもう3食無料。そこですね。で、美味しいですよね。美味しいです。美味しくて3食無料で最強なんですよ、これ、うん。マジで貯金しまくる人にはマジでいいんで、これマジですよね。ただ量もガチャなんで。ああ、そっか。そう、当たり外れ激しいんです。量が原因で辞めた人も何人かいて。ちなみに浄水量から工場までどれぐらいかかります？バスで1時間するかしないかぐらいです。結構遠いですね。じゃあ遠いですね。豊田市と岡崎市っていう感じで。豊田市なんですか？浄水量がそうですね、うん、豊田市になって、豊田市から岡崎工場まで通ってるって感じですか、はい。そうですね。三菱の機関庫から正社員になってる人とかっていますか？います。なんか割合とかって
1割ぐらいだと。あ、1割ぐらいか、はい、やっぱり結構厳しい感じ。そうですね。なんかなるためにはどういう人がいいとかって分かります？基本毎日出勤して休まずトラブルを起こさなければ。あ、なるほど。って感じです。女性とかって言います？職場に。工場内では見かけるんですけど、自分とはあまり関わりはないですね。自分の固定には。給料とかって月どれぐらいなんですか？残業次第なんですけど、基本的に25万は超えるかなって感じです。それがいいですね。残業ってどれぐらいとか、大体1日、まあ、1時間半から2時間ぐらい。ああ、なるほど。結構多いですね。そうですね。他の機関工はわからないですけど、残業は多い。多いと思います。トヨタでもほぼ30分は1時間とかなんで。ああ、じゃあ三菱は多い方だと思います。最後にちょっと三菱機関工になって良かったですか？自分は良かったと思います。なんでですか？まあ給料いいし、勤務時間もきっちりしてるし、土日は絶対休めるし、前職よりは全然いいです。時間が増えたって感じ。そうですね。給料も給料はそんな差はないんですけど、前職とは。ただもう全然時間が全然違う。三菱のなるメリットデメリットって何かありますか？メリットはきっちりした仕事で働けるのと、あとまあ3食無料でお金貯まるしって感じですね。デメリットは2年11ヶ月っていうまあ期間があるので、その先の不安がある。ああ、なるほど。将来的にはちょっとこれから先どうしようか的な。そうですね。でもお金貯めれるからその分いいですよね。はい。お金貯められてます？ちょっと借金があって、まあその兼ね合いで他の人よりは少ないと思うんですけど、まあ100は超えてます。おお。借金はちなみにどれぐらいあったとかなんですか？借金は今は200万ぐらい。おお。最初どれぐらいあったんですか？300万はあったかなって。じゃあ結構100万ぐらい減って100万貯金できて。そうですね。これから三菱機関工初めてやる人におすすめってできますか？おすすめはできます。ちなみにそれは何でとかですか？若ければ本当正社員にもなれるし、お金は貯まるし、まあそうですね、そんな感じです。どんな人におすすめできます、したいですか？前職が結構きつかったとか、ブラックな人でもっと高い給料が欲しいみたいな人とかですか？そうですね、まあ若くて土日に楽しみがあれば平日の仕事も頑張れるみたいな人。あ、なるほど。あ、そっかそっか。1年7ヶ月続いてて、仕事三菱の機関工結構きついのに続けるコツとかってあります？続くコツ、秘訣。仕事を気楽にやる。あまり思い詰めず、言い方悪いけど責任をあまり感じない。まあ気楽に、本当気楽にやろうっていうのが続けるコツだそうです。そうですよね。ありがとうございます。そんな感じで今回は三菱機関工の S さんにお話聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最初の入寮するときに撮った動画です。はい、はい、浄水寮。そうです。トヨタ周辺とかってどんな感じなんですか？飲食店が多い感じですね。コンビニとか近いですか？飲食店とコンビニとスーパー。あと病院も大きいのが1個あります。結構じゃあ周辺便利ですね。そうですね。ありがとうございます。こんな感じの声の出し方なんですか？いらっしゃいませ、いらっしゃいませって叫ぶみたいな。きつくなかったですか？その時は本当仕事楽しかったんで、きつさもあったけど、って感じです。以上、出したものよろしいですか？ありがとうございます。職場でパチンコをやる人とか多いですか？めっちゃ多いですね。風俗とかは？まあ聞かないですけど、多分いるとは思います。パチンコ系はお酒、お酒、タバコ。そうそう。喫煙率がほぼ9割。9割。自分ぐらいしか知らないです。やばいです。いないみんなタバコ吸うんです。吸います。